正直に言っていい？いいわよ。正直に言っていい？うん、こんにちは、ヘアメイク職人バキコです。今日はオバベのセミマット肌攻略ということで、タカコさんと一緒にやっていきたいと思います。このチャンネルでは40代、50代以上の悩みをヘアメイクで解決しています。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、昨今ちょっとセミマット肌が流行ってきておりますね。ね、なんたって私たちの年齢の肌のセミマットって結構難しい。難しいと思った。難しい。うん、なぜならばやっぱりすごいマットになると厚化粧に見えやすい、うん、ね、肌に馴染みにくいから、うん、私たちの年齢だとファンデーションが。うん、セミマットだと私なんかちょっとここに毛穴ある、うん、毛穴が分かりやすい、うん、そういう風に見えやすいんだよね。見えやすい、うん、ボコ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 ね、うんうん、そうなんですよ。なんで結構難しいなと思ってたけど、やっぱりその色ムラをなくしたいとか化粧崩れをするのが嫌だからセミマット肌、陶器肌に憧れますっていう人やっぱり多い多い多い、うん、だからね、そことこのそのバランスっていうのがすごい難しいなってずっと思っていて、だけど今私たちこのファンデーションが進化している中、セミマットの検証をするべきじゃないかということで、はい、セミマットでありながら厚塗り感を感じないファンデーションが出てきてるかもしれないっていうことでですね、ファンデーションを検証していきたい。はい、で今日は3つほど今日揃えたのはですね、新商品で、うん、新商品ではないんですけど、これ昔からある、うんうん、ナーズさんのクッションファンデと、うん、これは新しいディオールさんの、またナーズさんでこれ、うん、こちらは3月にそうですね、ソフトマットコンプリートファンデーション、ダブルエア、はい、ダブルエアとかね、うん、こう古いのと新しいのを織り交ぜてちょっとね、はい、検証していきたいなと思います。じゃあまずナーズ、ちょっとスポンジ使います。スポンジいきますよ。ちょっとポンポンって今2回やりました。ちょっとシミのとこからちょっと、ね、白いよやっぱり、はい、ポンポンってやってポンポンってやんなかったの今、うん、もうちょっといいかなとどういうこと、どういうことそれ、うん、ね、どういうことポンポンってやろう、うん、あ、なんか言ってたのよ、ノーめんどくさかった、ただ単にでもこれ一回やったらどんどんいけるよ、こうで私ね今ねくすんでんのよ、肌が甘いもの食べ過ぎでくすぶんでる。私ももう塗っていい？いいよ。じゃあ私はポンポンするわ。これすっごいつくの？つくね。ちょっと甘いもの食べ過ぎでくすんでるの。オバベがやばい。ちょっとグレー感。白いからグレー感が出てる。タコさん綺麗ね、あなた。ありがとうございます。やっぱくすみがそんなでも。もうちょっと塗りたくなるわね。塗ってみて。だって今シミ隠れてないじゃん。でカバー力とか色ムラが気になるっていう人はそこそこやっぱりカバー力を求めてる人がやっぱり多いとは思うんですよ、うんうんうん、なのであえてもうちょっと塗ってみようかな、うん、まあシミは隠れるまでカバー力はないわよね。そこまでやるとやっぱりかなり厚塗りになっちゃうかなっていう気がする、うん、ちょっとここの頬の分私ちょっとさちょっと白い、白い高子さんはそんなでもないね、うん、まあちょっと差が出てきてるけどね、うん、でもこれ馴染むから、うん、後で、うん、どう？いいんじゃない、うん、綺麗よ。なんかマットよ。マットだ。だってマットでしょセミマットと、セミマット、うん、マットね、結構いい感じにマットです。使い心地は軽いってわけじゃないよね。すごい軽い感じはしないね。じゃあ続いてディオールさん、こちらスノーシールド13,400円。でもねこれレフィルがついてるの、うん、なのでまあ2粒の値段かなっていう感じではあります。これも2ポンポンできます、うん、これ匂いがねちょっとねデパコスコス特有のちょっと匂いがあります。あ、本当だ、うん、ディオールさんはディオールさんらしい匂いがしてます。でこっちのね色はね実を言うとすごい悩んだの、うん、標準これ3つしかなくて、うん、
3色展開で一番濃い色なんですよ。だからちょっと結構差があるかな。で一番白い色っていうのは黄色っぽくて白い色なの、かなり白い。2番目はピンクっぽくて白い色なの。だからもしかしたらおそらくやっぱり2番の標準色って呼ばれる色が一番合う人がもしかしたらやっぱり多いのかなっていう気がする。そうだね、もしかしてそっちの方がいいかな、そんな気がする、うん。まあこれでもね、首の差を見るとね、うん。じゃあもうちょっとあと、もう2ポンポンポンしてみますよ。2ポンポン、うん、2ポンポン。なんかナースの方があれね、1回でブワーってつくね。そうそう、こっちの方がこっちの方がちょっと重ね重ねても大丈夫かなな感じ、うん、重ねたくなる、こんな感じ。私今日本当にくすんでる。でもやっぱりなぜかな、な、あの馴染んできましたね、うん、色が、うん、ちょっと今やっぱりさ、今の感じだと、うん、ディオールの方がマット、うん、どう高子さん？あんまり感じない。うん、ディオールの方がマットなんかな。ちょっと時間置いてみないと分かんないね。そうかもね、うん、今塗った直後だから、うん、こっちはね、やっぱり直後とはいえ、うん、少し時間が経ってるんで、うん、こっちよりね、うん、だからそういう風に感じるのかもしれない、うん、ちょっとだけ時間置いてみましょうか。30分ぐらい、ね、そうですね、30分か30分から1時間、1時間ぐらい置いてみましょうか、うん、置いてみましょう、うん、はい、はい、1時間経過いたしましたということで見ていただきましょうか。はい、はい、こちらディオール。ナーズです。こっちがディオール。ナーズ。こんな感じでございました。まあちょっと画面でどれぐらい伝わるのかなっていうのは分かんないんですけど、まあこっちの方が色がちょっと一段こっちに比べたらね、ナーズに比べたら一段暗い色だったっていうせいもあるかもしれないんだけど、私の場合はこっちのナーズの方がちょっと何て言うんですかね、質感だけで言うとセミマットに残ってる感じがこっちがする。でこっちの方が馴染みすぎちゃってる感じ、うん、感じがして、ちょっとなんかセミマットではないみたいな。感じがなんとなくする。よりセミマットにしたい人は、うん、ナーズの方が、私的にはね、うん、インナードライ肌的にはそんな感じ、うんうん、こっちの方ね、うん、オッケーオッケー、うん、私ね、うん、セミマットにしたいんだったら、うん、私はナーズの方はセミマットカバー力は残ってるんだけど、うん、私の場合はちょっと肌のデコボコが気になる、気になる、目立つかな。うんうん、ディオールの方はセミマットっていうよりかはちょっとツヤ肌になってそうだね、そうだね、来、うんうん、ちゃった感じかな、うんうんうん、本当やっぱ馴染んでる私にも、うん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 、うん、でも両方とも私はセミマットっていうよりかちょっとツヤが出てきちゃったので、そうですね、私もツヤ出てきてる感じはするな。ちょっと粉欲しいかな、うん、セミマットだったら、うん、私は粉いらないけど、ちょっとじゃあ塗ってみるわ私。あなた塗らないの、うん、ちょっと塗ってみる。じゃあ、うん、塗ってみましょう。粉よ、うん、粉ね、ちょっとね、はい、じゃあちょっと油少し抑えよう私たち、ね、これもナーズの新しいやつですね、うんうん、ソフトマットアドバンスパーフェクトパーフェクティングパウダーですね、うん、マットな感じの、うん、ちょっとつけて、はい、両方。あ、でも全然まだ薄付き、うん、私結構そんなにつけないからね、うん、こんな感じで。どう？ちょっと見てみるよ、うん、じゃあ私もつけるわ。あ、こんなもんでいいかな、こんなもんでいいかな。本当にちょっとじゃないとこれすっごい乾燥しそう。そうだと思う、うん、だから私たち1時間くらい置いたけど、うん、15分くらい置いて突起肌目指したい人はこれちょっとやっても、うんうん、いいかもしれない。でもほんのちょっとだねこれね。まあね、粉がすごい好きで、水分量高い人なんかはどうしても粉必須になった、うん、なる人もいると思うんで、そういう人はいいかもしれないですね。ね、そうだね、うん、本当に本当に、うん、今回セミマットだけどマット肌にしたい人にはすごいいいかも。うんうん、はい、じゃあ続いてこちらを試すのに、うん、
こっち、まあこれは崩れにくいで、どっちかというとセミマットっていうよりマット、マットソフトマットコンプリート、うん、でもソフトマットってセミマットと何が違うの、わかんない、英語だからわかんないね。でも、まあ、とにかく、ま、でもマット仕上げって書いてあるんですよね、うんうん、説明書には、うん、なので、コンプリートマットをコンプリートする、こちらと比較してこちらも一緒にちょっと使っていきたいな、王道のね、王道の一番今までで多分崩れにくいファンデーションという中では多分ナンバーワンだと思うので、これとちょっとこれ比較して使っていこうかなと思います、うん、はい、一回落とす、一回落とす、NARS ソフトマットコンプリートファンデーションを塗っていきたいと思います。 BA さんにねちょっと聞いたら、あの筆でねこうやってあの薄く塗る、ふわっと塗っていくのがあのちょっと厚塗りにならずいいですよっていうのを私はお伺いしてきたので、それをもとにちょっとやっていこうかなと思います。こうやってねベタってつけたまんま、このまんまいかないで、ちょっとここでなじませてから素早くちょっとさーっとこうくる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 っと、であんまり押さえつけず表面だけなでる感じで、あーなるほどね、うん、これぐらい薄く塗れればね綺麗だとは思うんで、これもちょっともうちょっとか重ね付けしたいところは同じ要領でちょっと重ねて塗ってみよう。ちょっと高子さんが見てるよ、ここちゃん今ですね、ちょっとね高子さんがちょっとジェラシーを感じているのはですね、伊藤カメラマンの膝の上でココちゃんが寝始めました。まさかの、ちょっと待って証拠写真撮っとくから。本当だね、どういうこと、ココちゃんが伊藤さんのところにジェラシー何が撮ってんのか、はい、はい、はい、薄くてもカバー力あるねこれね、かなりある、うん、かなりある、あいいんじゃないこれ、うん、マットよ、うん、マットな感じで、なんか嫌いじゃない、嫌いじゃない、やっぱりさこれでカバー力を求めて、はいはいはい、ね、本当にセミマットにしたい、うん、だけど私たちオバベはどうなのかっていうのを私は検証したいので、ちょっとここの、うん、この辺り厚く塗る、ちょっと厚くスポンジでちょっと塗ってみようかな、ちょっと私ちょっとシワの部分、あちょっとスポンジつけると厚塗りになっちゃうわ、うん、ちょっとねシミは完全には消えないけど この部分ちょっと厚く塗りました、うんうん、じゃあダブルエアやってみましょうか、久しぶり、私ダブルエア、高子さんちょっと苦手だったわよね、だからダブルエアが好きな人ってもしかしたらお肌が綺麗な人多いのかもね。いや、あ違うか、違う、肌が綺麗な人っていうよりは崩れやすい人が好きなの。あそっかそっか、うん、だから私なんかも、そうそうそう、出やすい人、出やすい人がね、そうだそうだそうだ、そうそう、つけすぎた、これって大丈夫か、こっちの方がテクニックがいる、ダブルエアの方が、なんだろう、あ、うん、こっちの硬いからクリームっぽいから、うん、ナーズの方がちょっと水っぽいよね、うん、だその違いかもしれない、伸びにくいかもしれない、こっちの方がクリームっぽいっていうか、そうだ、ね、硬い、うんうん、こんな感じ、うん、で私ちょっとやっぱここの部分ちょっと少しスポンジで、じゃあ私も厚塗りしてみよう、こっちもピタってくるね、ピタってくるよ、ピタってくる、ピタってくる、うん、うん、どうですか塗った直後の感じ、感想、うーん、なんかこっちの方がマット好きな人はマットってなんか、うん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 、意外とダブルエアがマットっていうよりかはマットっていう表現よりかピタッとくるって感じ、うん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 、わかるわかるわかる、うん、私ね、うん、やっぱこっちの方がちょっと感想は感じる、あそうなんだ、うん、ちょっと待って、うん、こっちの方が乾燥するって言ったけどそうでもないかも、そうでもない、じゃあちょっとまたこれ1時間ぐらい置いといて ね、そうですね、1時間経ちました、ちょっと見てもらいましょうか、いきますよ、ナーズから、ダブルウェア、
ナーズ。こっちが、ちょっと何とも言えないんだけど、何とも言えない、何とも言えない。もともとこっちの方がちょっとシワが多いのは多いんですよ、うんうんうん、基本的にね、うんうん、こっちの方がシワが多いから、うん、一概には言えないけど、なんとなくやっぱこっちの方がちょっと乾燥を感じる。あ、なるほどね、ちょっと乾燥を感じる。まあ、うん、シワが多いからな、そういう風に感じるのかなと思うけど、でもシワにすごい入り込んでる感じとかはない。うんうん、うん、ダブルウェアはナーズに比べたらそんなに乾燥 を感じない感じはする。でこっちの方がまあ残ってる感じはあるかなっていう気がするね。本当だ、そうそう、こっちの方が残ってるような感じるするよね、うん、うん、私はナーズの方が残ってる。残ってるよね、うん、こっちの方が馴染んでる。馴染んでるね。そう、なんならこれツヤが出てきてるんだ。そう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 、うんうん、多分なんですけど、私の感覚としては、うん、あの粉体がこっちの方が多いと思うんですね。粉体って何？要するに粉の成分。あ、はい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 、が多分ちょっと多いから、うんうん、もしかしたら高子さんみたいに、うん、水分量が高い人、うんうん、水分量が高い人は、うんうん、あの割とな、そんなにずっとカバー力が持続する感じかもしれない、うん、私みたいに油分が強い人の方がもしかしたらちょっとあれなのかな、崩れちゃうかも、崩れる感じがあるのかなっていう気がなんとなくする感じかな、うんうんうん、なのでセミマットを目指す人はやっぱりちょっと油分量が多い人はどっちかっていうと残りやすいのはこっちの方が残りやすいかもしれない。うん、そうかもそうかも、うん、水分量が高い人はこっちの方が、うん、あの残ってちょっと持続性があるのかなっていう気がなんとなくする。で肌やっぱり肌によって違うね、うんうん、ちなみにこの4つの中でバケボさんが、うん、じゃあセミマット、うん、自分がセミマットを目指すとしたらどれが一番好きでした？正直に言っていい？いいわよ。正直に言っていい？うん、おお、なるほどね。うん。ね、高子さんは？私はこれに。うん。そう。まあ私もでも次にって言ったらこれ、セミマット。うん。って言うとね。うん、やっぱりねこれは本当にねみんな同じ感想じゃないから面白いね、うん、タコさんたちと全然違うもんね。やっぱりなんかセミマットでも、うん、かなんていうの、マットになりゃいいってもんじゃなくて持続性と、うん、そう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 、シワに入る感じと か毛穴に、うんうん、の感じとか、うんうん、そうそうそう、そう総合的に感じてね。あ、やっぱそう、うん、そしたらこれだね。私はこれだ、はい、そんな感じでしたということで、あの参考になったかどうかわかんないけどごめんね、混乱させたらね。混乱させちゃうけど、でも、うん、やっぱりみんな同じじゃないっていうことだけは確か、うん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 、なのでまあバケコ寄りなのかタカコ寄りなのか、うん、で皆さん私はどっちかなっていうのをちょっと感じながら、うん、ぜひ参考にしてみていただけたらいいかなというふうに思います。ということで今日もありがとうございました。バイバーイ。